でも大体チェックインできるところって3時のところか、まあ早いところで2時にできたらラッキーって感じで、まずまず決まってるのはあれですね、まあ、例えば2時にチェックインしたとして、入れるんだったら荷物だけ置いてもう大浴場入って、まあ、サウナとかあればサウナ入ってっていう、まずそこで旅の疲れを少しリセットしてからさあどうするかっていうのが4時とか5時でちょっと早いけど飲んじゃおうかなとかっていう流れですかね。まああとはレコード屋さん、その土地土地で気になるところがあったら、そうだな、もうなんかどこの国行ってもどこの町行っても目指すところはレコード屋か食べ物ぐらいで、だからまあ理想は言っちゃうと、まあインディゴさんもそうですけども、大浴場があってその中で完結すればもうずっとその部屋とそこの往復でこと足りるんで、2000年に軽井沢に越してきたんですけども、2000年はまだタワー型のマックを使ってたんですけど、だから要するに部屋に行っていっぱい機材があって初めて音楽を作れたんだけど、それ2003年に出したアルバムの後に MacBook で結構作れるようになってきたんですね。だからそこからはもう滞在先がスタジオだったんで、もう移動中もやってましたし、新幹線とかやって、いやだ、景色でいうとだいぶ周りが家とか何もなかったんで、夜とか真っ暗でちょっと怖いぐらい暗かったけど、結構近くにレストランとかいい感じのとかあって、夜もね明かりがついたりするんで、あとやっぱし子供が小さくてどういうところに行かせたいかってことでいうと、新しい学校とかでなんかいい学校もできてるみたいなんで、そこが変わってきてることと、まあ、コロナがあったことで本当に増えてるし、移住の人が実際知り合い2人越してきた